こんにちは、みずきです。今回は最近のお気に入りのコスメを使ってメイクをしていったので、そちらをご紹介していきたいと思います。まずベースはプリマビスタの皮脂崩れ防止化粧下地を使います。量的にはこのくらい使います。これを顔全体に塗っていきます。はい、そして今回はこちらのマキアージュパーフェクトマルチベース BB を使っていきます。 BB クリームはこのくらい、そんなに量は使わないです。そして顔の中心からこんな感じで置いていきます。ちょっと叩き込みながら横に伸ばします。で、足りない部分に薄く重ね付けします。そしてコンシーラーはカリプソのマジックコンシーラーピンクベージュを使います。最近はこのコンシーラーがプチプラの中では一番好きです。そしてパウダーはピリットのクリアスムースパウダーを使います。プチプラのパウダーの中でこのパウダーが一番崩れにくい感じがします。皮脂をしっかり抑えてくれる感じもあって、カバー力も結構あります。肌のデコボコとかもかなりカバーしてくれます。そしてシェーディングはいつも通りキャンメイクのシェーディングパウダー03番を使います。もうすぐ使い切りそうなので、おすすめとかがあれば教えていただきたいです。そしてヘビーローテーションのパウダーアイブロウ &3D ノーズ02番でノーズシャドウを入れていきます。この2色を混ぜて、一旦ここだけにふわっと入れます。そしたらこの薄めのカラーだけを取って、この鼻筋のところ、少しシャキッとさせます。そして次はこっちのブラシの方で同じカラーを取って、涙袋を強調させます。やりすぎるとクマっぽくなるので少しだけ入れます。そしたらこのカラーを使って眉毛を描いていきます。このパウダーは結構ふわっと入るのでお気に入りです。そして足りない部分はペンシルを使います。もう残りこれだけなので、このエクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EXPD07 番を使っていきます。こんな感じで毛の流れに沿ってちょんちょんちょんと描いていきます。こっちの眉毛がちょっと生え方が変なので、すごい描きにくいんですよね。まあある程度で OK なので、次はこちらのプロロジーアイブロウマスカラ01番を使っていきます。最近はこの眉マスカラが一番好きです。色味がすごいいい感じで、全然不自然な感じがないのですごいお気に入りです。で、塗った後も眉毛が固まったりとかもなくてふわっとしてます。はい、そしたらアイメイクをしていきます。アイシャドウはこちらのトムフォードアイカラーコード01番を使います。で、最近このカラーにすごくハマっていて、こんな感じのカラーなんですけど、色味的にはすごい自然な感じ、ちょっとグレーがかったベージュっぽい感じで輝きがかなり綺麗です。
で最近はハイライトカラーを塗らずにそのまま指でこのカラーを取って広範囲にのせます。で二度塗りです。でちょっとだけ取ってこの目頭側にも入れます。そして次はチップを使って目の下にも同じカラーをのせます。とにかくねこのカラーすごい馴染むんですよ。なので目の上にも目の下にも使えるし、輝きがあるのでこの目頭のハイライトとしても使えます。そしてこのココア系のカラーを少しだけ取って目の際に入れます。これで少しだけ目の深みと奥行きを出します。ちょっと濃いめのカラーを入れると立体感が出るので濃いカラーを細めに入れてます。このアイシャドウの工程を全部ブラシでしてもいいんですけど、なんか私の場合手の方がしっかりとまぶたに密着してくれる感じがあるので私はよく指を使います。でカラーもしっかり発色してくれるし、ラメもピタッとくっついてくれるので私は指で入れるのが好きです。そしてアイライナーはセザンヌの極細アイライナーを使います。こんな感じのブラウンカラーですね。私アイライナーは細めにしか入れないので、なんだかんだこのアイライナーが一番使いやすいです。でにじんだりとかも全然ないし、何よりすごい描きやすいです。はい、そしたらビューラーマスカラしていきます。まあ、ビューラーはいつも通りですね、全体的に上げる感じ。そしてマスカラはこちら使っていきます。リトルレディリュクスのビューティーフィルムマスカラです。これね、最近の一番のお気に入りのマスカラです。カール力がすごいんですよ。全然夜までカールキープしてくれるのでかなり好き。はい、こんな感じで、またまたこのヘビーローテーションのパウダーを使うんですけど、このホワイトを指にとって鼻筋に入れます。これ自然に鼻が高く見えるのですごいおすすめです。でチークはこのビセのフォギーオンチークス RD400 を使います。付属のブラシを使っていきます。これ最近新しいカラー出てるの気になってるんですけど、似たような色味でどうしようか迷い中です。で仕上げにこのエレガンスのラプードルオートニュアンスを使います。ハイライトブラシで取ってちょっとね明るさをプラスします。ハイライト代わりですね。そしてリップは不老不死のリップ38度の001番ヌードピンクを使います。限定色ですね。このピンクがかなり可愛かったので最近毎日使ってます。ピンクだけど全然ピンクピンクしてないところがすごい好きです。はい、という感じでメイクが完成です。なんか最近はこんな感じで目元は薄くする代わりにチークを広範囲にちょっと濃いめに入れてます。なのでこのチークをポイントにしたいのでリップはヌーディー系で抑えてます。でこのクラランスのフィックスメイクアップも使うんですけど、メイクが終わった直後ではなくてお家を出る前に使ってます。なんかメイク直後に使うよりもちょっとね時間が経ってというか、まあお家を出る前くらいに使うとすごいねミストが肌に馴染む感じがあるので、私はそんな感じで使ってます。はい、という感じで今回は最近のお気に入りのコスメを使ってメイクをしていきました。まあお気に入りのコスメとかもね結構コロコロ変わるので、その都度動画にしようかなと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。